皆さんこんにちは。今日は愛人不倫関係が発覚した芸能人について紹介していきます。1位、広末涼子。1980年昭和55年7月18日は日本の女優、本名広末涼子、読み同じ高知県高知市出身。かつてはアイドル歌手としても活動。1990年代後半に広末ブームを巻き起こし、ややボーイッシュな中性的イメージで当時のグラビア界を席巻した個人事務所 RH 代表取締役社長。近年の広末涼子さんはベストマザー賞を受賞し、良き母親役で再ブレイクを果たしていた。しかし不倫報道の流れから即日でキリンビール本キリンの CM 打ち切り、主演映画の撮影延期。2019年から6年間司会を務めてきた音楽番組の司会をキャンセルと芸能活動の危機に陥っている。不倫を正式に認めた後は世間からのイメージが大暴落し、さらには所属事務所から無期限の活動休止が発表された。広末涼子さんと鳥羽さんは交換日記を行っており、さらには共にしたホテルに手紙を書き残すなど直筆で愛を伝え合っていたのだ。不倫行為自体は悪いことですが、二人のけなげなやりとりがエモいとして話題になったのだ。今でこそ広末涼子さんは品のある大人の女優だが、かつては天真爛漫な若い女の子として売れた。広末さんの女の子らしい筆記体や一流女流らしい洗練された言葉遣いに、なぜか広末ここにありと懐かしい気持ちになるのと同時に、素敵な女性に成長したと感心する男性が続出したのだ。2位、篠田麻里子。1986年昭和61年3月11日は日本のファッションモデル、タレント、俳優、 YouTuber である。福岡県糸島市出身。サムデー所属、女性アイドルグループ AKB48 の元メンバーで、卒業した2013年7月22日時点では AKB48 の最年長メンバーであり、お姉さんキャラとして知られた。 AKB48 劇場内カフェ勤務から秋元康の打診を受けて正規メンバーに採用された特例で、グループ在籍中から単体の活動が多かった。2008年11月号から2018年7月号まで女性誌モアの専属モデルを務めた。テレビ番組や CM の出演、雑誌の連載などを舞台に幅広い活動を展開している篠田といえば、2019年に一般男性と交際ゼロ日婚を発表。翌年には長女が誕生したが、22年に篠田の不倫疑惑が浮上。夫から不倫を追及される生々しい音声がネットに流出したが、篠田は不倫を完全否定。慰謝料や娘の親権をめぐり離婚調停が泥沼化すると思われたが、昨年3月に突如離婚を発表。娘の親権は篠田が獲得した。芸能記者、しかし仕事は激減した。昨年12月、都内の自宅に寝て当権を設定。経営する子供用品店名義で最大6000万円の融資を受けられるようにしている。同作のオファーは濡れ場が多いことから相当悩んだようですが、今の私がやったら面白いだろうなと批判覚悟で引き受けた。3位、熊田曜子。1982年5月13日は日本のタレント、グラビアアイドル、 YouTuber、 関市立関商工高等学校商業科に在学中の高校3年生当時、週刊少年マガジンの水着コンテストミスマガジンに応募。最終選考まで残ったものの、母親の猛烈な反対により辞退させられた。その後看護学校へ進学するが、芸能界入りの夢を捨てきれず、雑誌オーディションの2001年秋の特別オーディションに出場。すると芸能事務所アーティストハウスピラミッドの目に留まり合格。この際母親が海外旅行中だったことに加えて、好転によって帰国が数日程度遅れたことから、この間に手続きを済ませ芸能界にデビューした。2021年11月22日の午後3時、東京地裁でとある民事裁判の初公判が行われた。公開された情報によると、被告人の欄にはタレントの熊田曜子の本名に加えて外一名と記載されている。熊田さんが夫の A さんから名誉毀損と不貞についての慰謝料請求の2件で訴えられたんです。彼女と共に名前が挙がったのが
キー局プロデューサーの B 氏、熊田さんの不倫相手が B 氏だったのではないかという疑惑が今回の裁判のきっかけでした。2021年5月に A さんから暴行を受けたとして熊田が110番通報したことから始まった一連の離婚騒動、早くも半年が経とうとしているが事態は収束する気配を見せない。4位、矢口真理。1983年、昭和58年、1月20日は日本の女性タレント、元ハロープロジェクトメンバーでモーニング娘。の元メンバー、2期モーニング娘。の3代目リーダーとミニモニの初代リーダーも務めたタンポポの元メンバーでもある神奈川県横浜市泉区、出生当時は戸塚区、出身、血液型 A型、身長144.8。CM、アップフロントクリエイト所属、元は俳優の中村雅也、自身の不倫騒動により、多大なペナルティを受けた矢口、一時は、干されていると揶揄されることもあったが、2017年はインターネットテレビであるアベマ TV でレギュラー番組を持つなど、復帰の兆しを見せている。元の中村雅也は、矢口の不倫騒動で一時バラエティ番組での需要が増えたものの、今は全く目にしない状況。着実に復帰の道を歩んでいる矢口が、人々の記憶が薄れつつあるとはいえ、あの騒動が完全には忘れ去られることはないだろう。矢口と同棲をしている梅田は、騒動をきっかけに芸能界を引退、現在はサラリーマンとして働いているということだ。梅田との結婚も考えているという矢口。もし再婚が実現したら、次はもう絶対に不倫できないだろう。もう一度不倫が発覚したら、その時こそ芸能界での復活は絶望的になる。5位、今井絵理子。1983年、昭和58年、9月22日は日本の歌手、女優、政治家、自由民主党所属の参議院議員、2期スピードのメンバー、事実上の活動停止状態から元メンバーと表記されることもある。結婚、出産を経てエリー名義で音楽活動を再開。スピード再結成後は今井絵理子名義で活動。2015年、西間袋寛子と新ユニットエリヒロを結成した。2016年から参議院議員を務める。2016年7月に行われた参議院議員選挙に比例区から立候補して初当選。2022年に行われた選挙にも当選して、現在は2期目を務めている。アイドルから転身を遂げた矢先の2017年、橋本健元神戸市議との不倫疑惑を週刊誌に報じられました。紙面には、新幹線の車内で隣り合って座り、手をつなぎながら今井議員が爆睡する様子が収められていましたが、あくまでも一線は越えていないと説明していましたね。スポーツ指揮者、イカド。ところが、不倫報道を機に橋本氏は妻と離婚、開業していた歯科医院も閉院してしまったのだった。今井議員と橋本の関係は不倫報道後も続いていたのは周知の事実。橋本氏は現在、今井議員の事務所に出入りして、政策の相談に乗ったり、選挙活動を手伝ったりしているそうです。一日中今井議員にべったりで、どこへ行くにも同行し、橋本さんをひもと呼ぶ声も聞こえてきますよ。全国指揮者。6位、上原貴子。1983年1月14日は日本の歌手、女優、元タレント、スピードのメンバー。化粧品販売会社ビビ認定講師、所属事務所はライジングプロダクション、所属レコードレーベルはソニックグルーヴ。沖縄県島尻郡豊見城村、現豊見城市出身。そんな彼女が再び注目を浴びたのは、残念ながら2014年に発覚した夫天の自殺だった。そんな中、2017年に世間の目が180度変わる新たな事実が明らかになった。天の自殺の原因は上原貴子の不倫だったというのだ。衝撃的だったのは、天が上原貴子に宛てたとされる遺書が公開されたこと。この遺書の中には明確に阿部剛と上原貴子が浮気していたことが記されている。トントンというのは阿部力の愛称だね。しかし、なぜ本来親族しか見ることができない遺書が一般公開されてしまったのだろうか。しかも自殺騒動、2014年から数年経った2017年というこのタイミングでなぜ明らかになったのだろうか。それは親族が女性セブンに遺書を公開したからだ。
でも今になって一説には上原貴子が2017年現在交際している高和也氏との結婚を視野に入れ席を抜きたいと親族に申し出たことで親族が気分を害したため公開したとされている息子の自殺の一因になった嫁を当初はかばっていても席を抜くとなれば裏切られたような気持ちになったのかもしれない。7位、雛形あき子。雛形あき子、1978年1月27日は日本の女優、タレント、元グラビアアイドル、所属事務所はひな、東京と江戸川区生まれで、両親と弟の4人家族、小学4年生の頃に父親の出奔に伴い東京都足立区西新井へ転居し、それ以降母子家庭として育つ。足立区立教本小学校卒、足立区立扇中学校卒、東京都立江北高等学校定時制中退。1998年5月、 CM ディレクター山本和馬と結婚。2003年11月28日に離婚。夫妻の離婚が噂されていたのと同じ頃、写真週刊誌で雛形あき子さんの不倫疑惑が報道された。その不倫相手は雛形あき子さんのマネージャーで、雛形あき子さんより年下でイケメンだったことで当時は散々叩かれたそうだ。さらに雛形あき子さんはたびたび夜遊びが目撃されていて、その年下イケメンマネージャーとは車中で常時にふけっていたと報道された。この疑惑については、当時子供を連れて家から出ていた雛形あき子さんに対して逆上した夫が親権を取り返すために週刊誌にリークしたとの噂もあるが、真相は定かではない。8位、斉藤由貴。斉藤由貴、1966年9月10日は日本の女優、歌手、作詞家、ナレーター。本名は老由貴、旧姓は斉藤。神奈川県横浜市南区出身。東宝芸能所属。所属レコード会社は JVC ケンウッドビクターエンタテインメント。実力派女優として知られる斉藤由貴さん。2017年に男性医師との不倫が報じられて話題になった彼女だが、実は過去にも数多くの不倫伝説を残している。斉藤由貴さんはなんと、あの伝説的なシンガーソングライターである尾崎豊さんとも不倫関係になっていたことがある。そして1993年には川崎麻世さんとの不倫が報道された。そして2017年に報じられたのが男性医師との不倫だ。しかもこの男性医師も家庭があったようで、ダブル不倫ということになる。しかも斉藤由貴さんは末日聖徒イエス・キリスト教会モルモン教の熱心な信者なんだそうだ。モルモン教はキリスト教よりも厳格な宗教として知られており、アルコールやカフェイン禁止、婚前の性行為、夫婦間以外の性行為だけでなく G 行為やポルノまで禁じられている。そしてモルモン教の教義では離婚できないとされている。きっと不倫が発覚した際には斉藤由貴さんの家庭で家族会議が行われたことだろう。9位、新山千春。新山千春、1981年、昭和56年1月14日は日本のタレント、女優、 YouTuber、 青森県青森市出身、オリプロ所属。元は元プロ野球選手の黒田聡。長女はタレントで元子役の新山も、あ、青森市立校田中学校を経て堀越高等学校卒業。1995年第20回ホリプロタレントスカウトキャラバンの審査員特別賞を受賞したのをきっかけに芸能界入り。1998年プレイステーション用ゲームユーラシアエクスプレス殺人事件に榎本かな子、深田恭子らと出演。さまざまな役柄を演じ演技派女優と評される。2004年、読売ジャイアンツ所属、当時の黒田聡との婚約を発表。同年12月に結婚。埼玉西武ライオンズ一軍打撃コーチ補佐である黒田聡さんと2004年に結婚した。新山千春さん、2009年にヘアメイクの男性とてつなぎデートをしている様子が報じられ不倫が明るみになった。新山千春さんは不倫を否定したが、2013年、清水明さんの息子であり2017年に覚醒剤取締法違反容疑で逮捕された清水良太郎さんとの不倫が報じられたため夫と離婚してしまった。10位、小野真知子。小野真知子、1981年11月4日は日本の女優、奈良県吉野郡西吉野村、現五条市出身。
身長161cm、トムカンパニー所属、1997年の映画モイの朱雀で主演デビュー。第10回シンガポール国際映画祭で主演女優賞、第12回高崎映画祭で最優秀新人女優賞を受賞した。2000年、奈良県立御所高等学校、現奈良県立青松高等学校を卒業後に上京し、女優活動を本格的に始める。予想外の組み合わせの不倫カップルが女優の小野真知子さんとお笑い芸人の星田秀俊さんだ。報じられた当時、星田秀俊さんが既婚者で小野真知子さんが独身だったのだが、何度も週刊誌に報じられても不倫を止めないことから、星田秀俊さんが離婚して小野真知子さんと再婚するのではとも言われていたね。結局二人の不倫関係はいつの間にか解消しており、星田秀俊さんは離婚しておらず、小野真知子さんは2015年に芸能事務所 LDH の専務取締役の男性と結婚した。しかし小野真知子さんの結婚生活はうまくいかず、2017年に離婚している。案外星田秀俊さんのことが忘れられなかったのかもしれないね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。芸能人、有名人は華やかな世界のためモテる人が多数だ。結婚しながらも不倫、浮気をする人は一般人でも多数いるが、芸能人だから週刊文春やフライデーに見つかってしまい公表されてしまうのは非常にかわいそう。しかも浮気不倫は警察に逮捕されるような犯罪行為ではなく、夫、妻に対する民法上の不法行為となる、損害賠償の対象になるのみだ。あくまでも夫婦間の問題なのに、不幸にして週刊誌などで浮気、不倫を公表されてしまった有名人を紹介しよう。1位、広末涼子。1980年7月18日生まれのアイドル、女優さんだ。14歳の頃に CM でブレイクをし、NTT ドコモのポケベルの CM キャラクターで世の男性を魅了した。2003年12月にモデルの岡澤孝宏さんと結婚をし、第一子が誕生した。その後に2008年3月に離婚が成立し、2010年10月にキャンドルアーティストのキャンドルジューンさんと再婚し、翌年には次男を出産、2015年には第三子を出産して3人のママとなった。そんな中、2023年6月に週刊文春に佐藤健さんに続き2回目の不倫報道が報じられた。お相手は有名シェフの鳥羽周作さんで、6月3日午後9時半頃に都心の高級ホテルで落ち合ったという。写真はフラッシュに掲載されている。広末さん、鳥羽さんも当初は完全否定はしていたが、直筆の手紙も報じられて完全に認めざる得ない状況になる。今回の鳥羽さんはワイルドな見かけで、広末さんより3歳年上。おじさんからすれば永遠のアイドルの広末さんと仲良く過ごしたくなる気持ちはすごくわかるし羨ましいけど、 W 不倫だとちょっと家族がかわいそう。第三子を出産する前の2014年に俳優の佐藤健さんと密会をしていたことを女性セブンが報じる。夜に訪問をして翌朝に2人で出かけたことをキャッチされ、広末さん側は否定をしていたが、トースポによると佐藤健さん側は関係を自白し事務所に謝罪をしたということだ。2、篠田麻里子。1986年3月11日生まれのモデル、タレント、アイドル、 AKB48 の元メンバーだ。 AKB48 の第一期のオーディションを受け合格とはならなかったが、 AKB 劇場内のカフェスタッフとして勤務しながら2006年に AKB メンバーとして抜擢された。それから2013年まで AKB メンバーとして活躍をし、テレビドラマや CM など数多く出演をしていた。2019年2月には3歳年下の一般男性と結婚をし、2020年4月に長女を出産した。2021年にはベストマザー賞芸能部門も受賞し順風満帆な状態。旦那さんも元 AKB のトップアイドルとして結婚したから、さぞみんなから羨ましがられたと思う。そんなさなか、2022年12月に既婚者との不倫が文春オンラインで報じられた。お相手は一般男性ということだが、令和トラベルの社長の篠塚さんと疑惑がもだれている。そこでの LINE メッセージも流出。その他にも音声データなど夫からビズメで不倫を咎められるなど、用意周到に逃げ場がなくなって、
認めざる得ない状況となっている。不倫相手と密会し、おそらく H をした日付とか、ちょっと言い訳できないものまで出てきているのは、女優としてはかなりのダメージ。真不倫相手のトラベル社長としては、芸能人でもないし、ビジネスを続けることに大きな問題はないだろうけど、3位、熊田曜子。1982年5月13日生まれのグラビアアイドル、女優、タレントさんだ。2001年に芸能界デビューをし、CD を出したり、ラウンドガールをしたり、幅広く活躍をしている。2012年4月には一般男性と結婚をし、同年に女の子を出産。2015年には2人目、2018年には3人目に恵まれた。そんな幸せな生活の中、2021年5月に旦那さんから暴力を振るわれて、DV 被害を受けたと警察に通報し、旦那さんが現行犯逮捕されたと報じられた。熊田さんは、夫が帰宅する時間になると、恐怖を感じるようになった。このような状態で婚姻関係を築いていくのは、難しいと判断。したと離婚を求めていく事態となっている。そんな中、旦那さんから熊田さんが不倫をしているという、証言が、フラッシュを通じて報道された。お相手は熊田さんが、出演する番組のテレビ局社員と報じられている。旦那さんが隠し撮りした録音データには、マジ、って、震えたもん。めくる手が震えたもん。やっぱと思って、確実な証拠は絶対、掴んでない。世間にバレた方が終わる。などと録音されていると、音声データが出たら非常にまずいような状況になりそう。これからまだ新情報が出てきそうな予感で、音声データが出てくるのか、お金で音声データ自体の存在をなくそうとするのかかな。でも、とっても綺麗で、プロポーションもすごい熊田さんのような人妻がいたら、それは魅力的だって、世のお父さんたちは思うんじゃないかと思う。きっとテレビ局社員は職場で特定されているんだろうけど、やまれるだろうなと。4位、矢口真里。1983年1月20日生まれのアイドルで、モーニング娘。の2期メンバーだ。身長は約 145cm で、150cm 以下の身長を集めた姉妹グループ、ミニモニでも活躍をし、バラエティにも多数出演をしているトップアイドルだった。そんな活躍中の2015年に身長 192cm で、イケメン俳優の中村雅也さんと結婚をした。以下はそんな二人で2年後に修羅場になるなんて、誰も思っていなかっただろう。2013年5月に5月下旬に女性セブン、週刊女性で2013年2月の不倫状況が報道された。なんと夫の中村雅也さんが不在時に、モデルの梅田健三さんと不倫をしている中、夫の中村雅也さんが帰宅をし、自宅で鉢合わせとなったということ。いやー、まず自宅に連れ込んだらダメでしょ？しかも見られたらダメでしょ？さすがにこんな修羅場を経験した人は、あまりいないんじゃないかと思うけど、想像しただけで怖すぎる。報道後にすぐ離婚をし、しばらくテレビに出ることはなく、謹慎期間に入る。その後に不倫相手の梅田健三さんとは、2018年に再婚をしたことを公表した。5位、今井絵理子。1983年9月22日生まれの歌って、踊れるスピードの元メンバーで参議院議員だ。数多くの有名人を輩出している。沖縄アクターズスクール出身で、1996年にスピードのメンバーとしてデビューをし、数多くのヒット曲をボーカルとして支える。2000年にはスピードが解散し、舞台などで活躍をしていたが、2004年に 175R の翔吾さんと、結婚、妊娠を発表をし出産をした。そのお子さんが感音性難聴という病気を患っているということも公表している。2007年には 175R の翔吾さんと離婚をし、シングルマザーとしてテレビなど活躍をしたが、2016年の参議院選挙で自民党から立候補をし、見事当選をした。議員活動をしている2017年7月に、週刊新潮が神戸市議員の橋本健さんとの不倫疑惑を報じた。橋本健さんは自身の婚姻関係は破綻しているが、認識の甘さで軽率な行為を取ってしまったと説明をしており、不倫が露呈した状況だ。さすがに新幹線でバレるように、手をつないじゃダメだろう。お互い議員さんだし、油断しすぎ。その後に橋本健さんは妻に生活費を減額するなど、ということが公表され批判にさらされ、また、政務活動費を不正に受け取ったとして、2017年8月に議員辞職をした。6位、上原貴子。1983年1月14日生まれの歌って、踊れるスピードの元メンバーだ。1996年にスピードとしてデビューをし、2000年に解散をするまで活動。その後は声優や女優などで活動をしていた。2012年には E.T. キングのテンさんと結婚をした。
ただし幸せな結婚は続かず、2014年には夫の天さんが自宅に停めた車の中で自殺された。天さんの家族から遺書の内容が2017年に公表され、その中で上原さんが不倫をしていたという内容が記載をされていた。名指しされたのは阿部剛さん、中国系日本人の俳優さんで、2009年には中国人女優のシカさんと結婚をしているので W 不倫の状態だった。 W 不倫をしているのに写真を撮ったり家族と会ったりしたらまずいでしょ。お互い隠し事をしている中でそれを旦那さんに見られたらってことに考えられなかったのかなと思う。7位、雛形あき子。1978年1月27日生まれの女優、タレントだ。1992年にテレビドラマでデビューをし、そこからグラビアアイドルとして活躍をして、当時の世の中の男性を虜にしたひなポーズはとても有名。1998年5月に CM ディレクター山本和馬さんと結婚をし、2000年5月には長女が誕生した。そんな幸せな生活の中で2001年11月にフライデーにより年下のマネージャーとの車中不倫が報道された。2003年には離婚をし、シングルマザーとして活躍をしていたが、2013年に俳優の天野康生さんと結婚をした。8位、斉藤由貴。1966年9月10日生まれの元アイドル、女優さんだ。1984年にミスマガジンでグランプリに選ばれて芸能活動デビューし、1985年に卒業で歌手デビュー。スケバン刑事でドラマに出演し、当時の男子たちの憧れのトップアイドルとなった。その後に数々のドラマ、映画に出演をし、誰もが知る女優さんとなっていく。私生活では恋多き女性ということで色々報道がされてきた。1991年6月にフライデーにより、当時妻子がいたミュージシャン尾崎豊さんとの不倫が報道された。1993年には川崎麻世さんとの不倫がフライデーで報道された。川崎麻世さんは当時はカイヤさんと結婚をしており、2回目の不倫報道となった。以下の写真は謝罪会見の様子で、後ろから見ているカイヤさんは怖い。よく撮ったなと思うアングルだ。まだまだ終わらないのが斉藤由貴さんだ。1994年12月に信仰をしていたモルモン教徒のオイ・エンアンさんと結婚をし、3人のお子さんに囲まれて幸せに生活をしていると思われた。そんな中、2017年8月に週刊文春によって不倫疑惑を報じられた。今度は妻子ある開業医で W 不倫ということになった。弁明会見をするが、出てきた写真はかなり親密で言い訳はかなり苦しい。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。